はい、どうもこんばんは、エナジーです。よいしょ。ということでですね、今回はブレイクダンスのですね、フリーズ技を使ってキープトレーニングを行っていきたいと思います。で、僕はブレイクダンス14年やってまして、4度ほど優勝経験があって、まあ、いろんなところでねワークショップやってるんですけども、まずはですね、前回の動画でもやったと思うんですけども、ショルダーフリーズっていうのをですね、左右両方30秒ずつやっていきたいと思います。まあ、特にあの接地面、まあ、地面の接地面積がね結構大きいので、まあ、多いので、これは比較的あのバランスが取りやすいフリーズになっています。やり方がわからない人は、僕の動画でねショルダーフリーズのやり方を見てください。はい、 OK です。結構お腹に来る、技ってか、どれもですね体幹を非常に使います。やっぱり逆立ち系の技っていうのは非常に体幹を使うようになってますので、まあ、そこら辺が鍛えられると。で、逆ですね。ちなみにあのフリーズとかこういった、まあどれもそうなんですけども、まあ、ある程度両サイドできるに越したことはないです。やっぱいろんな体勢になったりするので、まあ、そういった時にまあこう、なんていうんですかね、バランスがどちらもあるといいっていうのと、まあ、筋肉のバランス自体も左右ね、均等になってた方が、動き自体も良くなるので、そこら辺は、あの、しっかりね、両方できるようになりましょう。はい、OK です。さあ、続いてはチェアーですね。これ、チェアーの30秒とか、1分とか、まあ、ここをしっかり安定させてやりたいですよね、正直ね。このチェアの体勢っていうのは結構ね、あの内臓がこう押し上げられて割と苦しかったりするんですけども、まあ、この側筋ですね、いわゆる肘が刺さっている部分のところら辺の筋肉が強くなってくると、あまり痛みも感じずに、長く、キープできるようになりますので、まず頑張っていきましょう。集中ですね、集中。手首だいぶ使うんでね、これね、頑張っていきましょう。大丈夫です。2、1、はい、OK。 そしたら逆ですね。逆はね、まあ、初心者の方にとっては結構きついかもしれないんですけども、まあ、とはいえ、やはりね、逆サイドもそのうち使うんですよ、チェアーっていうのはね。さあ、行きましょう。さあ、逆、まあ、自分はね、どっちかというと逆も、まあ、両方、まあ、やってたので、そんなにきつくはないんですけども、重さは感じますね、やっぱり。もともと利き手が右手なんで、やっぱりそういう意味では力の強さは違うんですけども、左側の方がね、少しこの体幹というか、そっちの部分は結構楽に感じるので、まあ、左右差あるのかなと。はい、 OK です。さあ、そしたら次からね、ちょっとずつ難易度がこの疲れからね、さらにいきますと。まずあの肘ですね、肘倒立いきます。肘倒立の場合っていうのは、その倒立してるその肘の方ですね、角度は必ず90度のままにしてあげましょう。これがね、90度から崩れてしまうと、まあ、バランス失っちゃうので、必ずねこうしっかり肩も突っ張った状態を保つと。で、あとはまあ、その上半身に関してはそこまでポイントはないかなと。上半身、下半身に関してはそこまでポイントないんですけども、特に上半身のこの形ですね、これを意識してくださいと。はい、OK です。じゃあ今度逆ですね。もちろん左もできるように、なった方がいいですね。もしかしたら逆の方が肘の角度とか見えやすいと思います。肘倒立の場合ですね、少し、半身になるっていうんですかね、体の角度が。だからこの画面見ていただいても、少し斜めになっているのが分かると思います。なので肩に対して少しね、斜めを向くような感じにすると肩が突っ張れるという感じですね。あの足をね、こう万字型にしてるのはですね、上下に開いてるとバランスが取りやすいので、まあ、あえて開脚ではなくて上下にしておりますと。まあ、万字は癖ですね。はい、OK ですね。じゃあ次は両方ですね。さあ、だいぶ腕もね、結構辛くなってきたと思うんですけども、まあ、ここ踏ん張り時ですね。さあ、両肘いきます。両肘にした状態でしっかり床をね、押していきましょう。両肘の場合はなんかその上下にすると苦しいんですよね。なのであえて開脚をしています。その
見てもらうと分かる通り顔とその床がめっちゃ近いと思うんですよ。なのでこういう時はなんかね上下よりかも、まあ、その開脚した方が割とねその息しやすいというかいう感じなので開脚をしていますと。さあ頑張れ、いけるダイオッケー。はい、じゃあこんなにね疲れてるのに最終種目いきます。倒立30秒です。大丈夫です大丈夫、全然いきます。さあ頑張っていきましょう。集中ね、集中。はい、いきます。さあ集中していこう。さあここ大事ですね、めっちゃ大事です。倒立も開脚よりかも上下の方が絶対にバランス取りやすいです。開脚してしまったら、まあ上とね下にこう行った時にこうブレてしまいますんで。さあ頑張れ、いける、大丈夫、いけます、大丈夫。さあ頑張って、いける、はい、お疲れ様でございましたということでですね、まあこれぐらいの動きっていうのはねしっかりねできるようになっていただければと思いますので頑張ってみてください。